はい、皆さんこんにちは、こんばんは。初めましての人は初めまして、シロくんです。今回リクエストでね、少年期で強いとこ行ってほしいっていうリクエストがあったんで、まあやっていこうかなと思うんですけど、少年期ってだけだと正直極限バトルの、方もいけない状態なんですね。実は長兄とかね、なんでかというとめちゃくちゃ少ないんですよ、どうしてもね。まあこんだけしかいないから。で、まあ使えるタオパイパイもいけないし、まあ、はっちゃんはいけるけど、まあ難しい、組み合わせが本当に難しいんですよね、実は。まあそれで極限バトルはちょっとまじいなと思って、なんで今回は少年少女でね、まあやっていければいいかなと思います。まあメンツこんな感じでやっていこうかな。左から、こいつ何つ、1と2、2G です。こいつ懐かしいね。俺が最初らへん手に入れたキャラなんですけど、大丈夫こいつ不安でしかないんだけど。だよね、ちょっと怖えな、怖えなこれ。怖ない、少年期で少年少女だけ、なかなか難しいリクエストだよね。まあワンちゃんこいつ育ってたら使えねえこともねえかなと思うんですけど、いやーこいつ育てるの、いや、やめとこすげえ悩んだけどやめとこ。まあこんな感じのメンツでやっていこうかな。こいつはね、回避すればするほど上がるし、攻撃受ければ受けるほど上がるっていうね、結構ね、化け物じみた能力持ってます。高倍率のバフ持ってるから、でも基礎で必殺技発動すればまあ 50% で 150% 上がるから、ね、強い。ね、こいつはまあ普通に、あの、必殺封じとか持ってるし、いいんですけど、あとダメージカット持ってますね。で、あとはこいつ、こいつも普通に強いです。一旦アタックディフェンス上昇で、ドラゴンボールを求めし者と少年少女の、味方がいると、まあ、バフがつくっていうのもあるし、まあ普通に強いですね。普通に強いんだけど、いかんせんブルマがなぜか俺の中で引っかかってるからねちょっと厳しいよねこれ。大丈夫かな。まあやってみるか。48番、まあ悪くはない。1よし、ブルマは2ターン後だね。なら今のうちにダメージを稼いでいこうぜ。あー、これやるの久々だな。どこでも牛魔王がおるわ、どこでも牛魔王がおる、無理や。中学率記述をかけてみるか。牛魔王きちんだよな、地味に。まあ、気絶にかけるか。オラの全てをかけるっていう感じでやっていきましょう。はい、これでいきます。あー強い、やっぱり強いわこいつ。まあ、少年少女とドラゴンボールを求めし者多いから、で少年編もおるから、普通にこいつめっちゃ強いと思います。あー撃ってきた。まあまあ全然いい。風林火山どんなもんじゃいと。はいはい、弱い弱い弱い。ワロスワロス、はい、曲がるカメハメハ。いってえな。ビビ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 、そい、よしよし。こいつ必殺封じ持ちだったかな、確か。これで。はい、ナイス。ここの必殺封じはでかいぞ。ただ、ひらめめっちゃえぐいぞ。うわぁ、これは。これは。これはこれは。なかなか難しい選択ですね。まあでも、牛魔王を倒すにしてもな、絶対弱点属性だから無理なんだよな。
わ、いけるかこれ。ブルマちょっと超高だから 70% でいけるから。うー、めっちゃ痛い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 。まあ、回復するけどな。曲がるぜー。はい、OK。いった。まあ、回復するけどな。ここでも回復してやるよ。カットできてるけど。めっちゃきつい。ちょ待って、マジできつい。冗談抜きで。冗談抜きんこできつい。うわー、ちょっと待って。マジでやばい。こいつ止めたら大猿化すんの。時々大猿化か。懐かしいな。おじいちゃんおじいちゃん、いや、ここはこいつだね。で、俺 HP 危ないから蛇姫使います。さすがにここ俺無理だわ。さすがに無理だわ。蛇姫なしでここは切り抜けれん、絶対に。で、ここはもうゲーマー王じゃなくておじいちゃん。にゃいぼー、倒した。あ、これで倒したか。ズン、負けないです。あ、ステータス、こいつのステータス見ればよかったな。会心、ナイス。まあ、あのタイの悟空ね、本当にもう急いで作っちまったよ、マジで。もうおらんからさ、急いで作ったけど意外に無限上昇持ちっていうね、意外に使えるんだなと思った。じゃあやっていきましょう。ディフェンス面6万8万9万マンダム689というふうな流れですね。うん、まあ厳しい、厳しいけどやっとこう。チッチ、どうしよっかな。打って打って、あれ、こいつ二次玉取得で回復か。そういえばそうだね、取得二次玉で HP コンボパワーも回復できるからでかいね。こいつ必殺念のため封じたいな。ただ封じようとした場合が封じられないか。だったらダイトさんもいいや。これでいきます。ボン、キュッ、ナイス。あ、そうか、そういえばこいつ中確率かい、あれ、中確率気絶持ちだ。 30% の気絶持ってます。ムタイト様やめて、避けるわ。こいつはね、中確率回避持ちですね。ただまあ、ほんまに避けても受けても上がるっていうね、化け物地味頼むですね。そい、こいつな、極限来たけどそんなに強いと思わんのよな、やっぱり。ブルマ来たー、魔のブルマ。そうだね、中確率回避持ちだね。ブルマ来ちゃったか、ここで。23万の16万ってバチクソ高いな。ブルマ来ちゃったか。しゃあない。どうしよう。鶴がやべえな。鶴は全力でちょっと倒したいな。倒すか気絶入れるかどっちかやってほしいよね。これでいきます。395万ミラクルアドベンチャー。おお、倒したか。倒したね。オッケーです。鶴は倒した。ムタイト様に気絶まで入れた、素晴らしい。
さあ気絶のオンパレード、まあ多分気絶入れた相手だったらまあ確定でまた気絶表記が出るんですけど、よし、こっからだね、こっからだね。タイト様戦闘じゃなくても、まあ回避ついてるんだったらこいつの方がいいか。でリンクがね、いまいち古い方わかんねえんだよ。科学者を切り返す。あ、はいはいはい、オッケー。じゃあまあやっていきましょう。これでいきます。さあどうでしょう。ロケットランチャーボン。これ絶対さ少年少女でまとめた方が絶対簡単やろ思うけどマジで。よいしょ。曲がるカメハメハ。あら、あなた倒せないの、まさかの。あーでもここで倒してもうまみあんまねえんだけどな。なんでかっていうと次ブルマおるからね。まあそれがきついとこではある。うまみないな、これ倒しそうだな。少年編で少年少女って言われるとなかなかねメンツに悩むとこがあるよね。さあ次がジャッキーチュンと、うわチャパオか。もう後半やべえってこれ。死ぬクソったれが。まずいねこいつは、こいつはまずい。てか大猿にもなってほしいんだよな、気持ち的に。その方が気持ち的に楽。さあ行くぜ。大猿なんねえかな。最後ちょっとブルマで受けるのはちょっと怖えけどな。まあ調合確率 70% で受け性能発揮するから32万弱弱え。オッケー、受け性能発揮してるね。多分発揮してると思うけどな。ディフェンスの数値ね見てみたいけどな。怖くて見れんわ怖くて見れんわこれ。まあここでちょっとラッシュ、一気にラッシュかけよう。じゃないとちょっとまずい。お前誰でもいい、 HP 低そうなやつから。あ、ドッカンゲージ溜まりそうだね。うー、くそくそ、やるじゃないの。まあこの2ターンが勝負だね。キュッ、オッケーオッケー。やっぱジャッキーが体力多いかな。ナビラニャイバ、オッケー、キルト入った。お、倒したんじゃないこれ。分からん、倒したかな。勝てえなおめえも。よしよしよし、いけるいけるいける。ちなみにブルマ30000引きな。お、これでも悟空チャンスじゃない。悟空が多分高いから悟空で打っちゃおう。まあ死にはせんと思うんで、打った後上がるし、必殺効果でも上がるしっていうので多分死にはせんと思う。そい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 。わあでもワーサブルマな、懐かしいね。かなり久々に使ったわ。何年ぶりに使った、ほんまに3周年始めたくらいしか使ってねえわマジでそれくらい使ってねえわブルマは。
ビビビビビビビダーン。はい、OK。まあ、いかがだったでしょうか、少年編パーティーですね。いやー、きっちいな。挑めるところ少ないし、少年少女ってまとめると、やっぱりちょっとキャラ数少ないから、ね。いや、父ね、作ればいいんだけど、まあ、そのためだけにね、老化用紙に使うのもなんだかなと思って、まあ、今回、ブルマ、バザブルマを採用しました。まあ、でも、運がよく、多分ダメージカット全部働いてたと思います。はい。確か 50% カットが働くんで、超高確率、50% だったかな。うん、確か 50% だったと思うんだけど。まあ、ディフェンスバフないから、その 70% 外しちゃうと、もちろんもろに食らっちゃうから、吹き飛びやすいよねっていう話なんで、まあ、そこはちょっとアイテムを併用せざるを得ないかなと思いました。危なかった。マジでギリギリだったな。はい、ってな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャ。